はい、自作のサブ PC にですね、エナーマックスのですね、これです。つけました。型番はですね、エナーマックスの、ベガスですね、UCTV912P ということで、このようにですね、LED が、の光り方ですね、が4種類変えられるっていうことですかね。で、ごめんなさい、色が4つ変えられて、ファンの種類、光る種類が、6個と 6種類あるということですね。で、今回あり余ってたこの CPU クーラーも一応 LED で光るんで、ちょっとつけてみました。それではですね、はい、電源オンにしてみます。電源オン。すごいですね、この光り方。いい感じで光っております。それでですね、今回はこのベガスのこれなんですけど、スイッチがあって、これを押すごとに、ここの種類が変わるんで、ちょっと押してみます。はい、押します。これで消えましたね。で、もう一回押します。こんな感じですね。押します。おお、すごいな、これ。押します。押します。おお、こんな感じですね。すごいですね。まあ、おそらくこれ最初だけですね、きっとね。最初だけこうやって遊んで、あと多分やんないんじゃないかなと思いますが、ただまあ光物好きな人にはたまんないんじゃないでしょうかね。はい、一応 CPU クーラーにもつけたんですけど、下なんでこれね。はい、今日まあこんな感じで、楽しんでおります。一応ちょっと部屋を消してみ、部屋の明かりを消してみたいと思います。はい。こんな感じで光っております。おお、すごいですね。はい。で、後ろからはこういう感じで。かなり、すごい明るい感じがします。まあ、ちょっとね、ファンとしては金額が高いんですよ。2800円ぐらいしたんですけど、まあでもこうやって、ちょっと気分転換にね、自作 PC マニアにとってはいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それではこれで失礼いたします。